e バイク豚の e バイクニュースです。今回のニュースは、メリダに関してのニュースです。メリダニュースということで、2月16日のニュースです。これまで以上にお求めやすく、メリダの e バイクをより多くの方へということで、メリダの e バイク一部商品の価格改定を実施だそうです。その対象となるモデルが、コミューターバイクとして高い評価を得ている e パスポート CC400EQ と MTB モデルの eBIC9400 で、トレイルでもしっかり楽しめるフルサスペンション MTB モデルの E160500 が対象だそうです。で、しかもこのメリダのパートナーショップとか、メリダアドバイザリーショップでは、この 3機種を購入した方を対象として、メリダのオリジナルトートバッグをプレゼントしてくれるそうです。コミューターバイクって言ってたこれですね、 e パスポート CC400EQ、 これは多分ですね、1回サイクルモードで僕乗ったことありますね。すごい乗りやすかったです。またぎやすいし、すごくなんかタイヤも太かったかな、乗り心地がすごい良かったって記憶あります。これ結構いいですね。で、もともとが47万3000円が32万8900円。もともと高いから、値下げしてもまあまあ高いんだけど、それでもでも15万円ぐらい安くなってるのか。だいぶ安いですね。これも結構いいですね。で、これは赤と青があるみたいですね。結構鮮やかなカラーですよね。で、次、マウンテンバイク系ですね。eBIC9400。こちらは、いいですね。グリーン、マットグリーン、エバーグリーンって書いてありますね。で、こちらは、グレーですね。これもかっこいいですね。こちらの方は、53万9000円が39万6000円、約14万円ぐらい安いですね。フルサスの EMTBE160500 が、こちらは、メタリックテイル、ダークシルバーって書いてありますね。青系のシルバーと、赤い感じのカラーですね。こちらの方は69万8500円が54万8900円。それぞれのページもちょっと見てみましょうか。これが e パスポート CC400EQ ですね。クレードル式バッテリーマウント、ステップインフレームを採用した e バイクが、フレームサイズが38センチ、43センチ、 XS と S って書いてあって、適用身長が155センチから、これもだから小さい人から大きい人まで乗れる設定になってますね。で、車両重量が 26.6キロ、 やっぱ結構見た目通り重たいですね。ドライブユニットはシマノのステップスですね。 E6180 を使ってもらうみたいです。ディレイラーとかシフターとか、その辺はシマノですね。付属品はベル、ロック、リフレクター、スタンド、充電器ですね。1充電あたりの走行可能距離ですね。エコモードで130キロ、ノーマルモードで107キロ、ハイモードで86キロ。これかなり走れますね。あまり MTB のこと詳しくないんですけど、この 29ER の EMTB をの問題を解決する低重心設計のシマノ製インチューバッテリーと、最先端のテクノロジーを駆使したメリダのアルミフレーム採用モデル、シマノのステップス E8080 を採用、アルミフレーム内部にバッテリーを積載するインチューブデザインと。で、こちらのフレームサイズ SM とあって、適用身長は一応160センチからですね。で、その次が170センチからと。で、車両重量が 22.2 キロ。はい。で、スペックですけども、先ほど言った通りシマノのステップス E8080J で、その他もディレイラーとかその辺もシマノっぽいですね。一充電走行可能距離がエコモード140キロ、ノーマルで130キロ、ハイモード95キロ。これもかなり走れますね。 E160500 ですね。これはさらにフルサスって書いてありましたね。で、フレームサイズはこちらも XS と S になってますね。で、身長は160センチから、
と 165cm からの2タイプになっていると。でこちらも一時充電あたりの走行可能目安がエコモード 140km でノーマルで 130km、 ハイモードが 95km、 これも十分走れる、長く走れるタイプですね。でシマノステップス E8080J を採用と。でその他もシマノがほぼ使われてて、ベルロックリフレクター充電器と。で重量は 23.6kg、という感じで、この3機種について、価格改定が、始まったと。このあたりもちょっともしかしたら購入検討を考えた人にとっては結構いい情報かなと思います。これですね、オリジナルトートバッグプレゼントキャンペーン、対象モデル購入者にオリジナルトートバッグをプレゼント、メリダっていうこのロゴが入ったトートバッグ、これまたいいですね。メリダファンにはすごい嬉しいんじゃないですかね。という感じだそうです。はい、ということでこのメリダ、僕もこの最初の e パスポートだけは乗ったことあるんですけど、確かにすごい乗り心地はほんま良かったです。はい、結構もう最初から泥除けとかキャリアもついてて、まあもうこれだけ買えば乗れるって感じですよね。マウンテンバイク興味ある人はやっぱこちらの2機種がすごく気になるんじゃないでしょうか。はい、ということで、今回の e バイクニュースはメリダの価格改定のニュースでした。それじゃあ次回をお楽しみください。さようなら。